10時からの予定に地味にしてたんですけど、しっかり寝坊しちゃった。ごめんなさい。いや、さすがにいつもやったらさ、6時半とかやからさ、目覚まし絶対かけるけどさ、さすがに9時は起きれるやろと思って目覚ましかけなかったのね。そしたらもうしっかり起きたら10時過ぎてて、やばってなって、はあ、喉ガラガラですね。あるあるすぎる。イナのおはよう、なんかめっちゃ可愛い。はじめまして、イナのおはよう。まあ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 、今日は休みの日だからやらしてちょ。でも髪もボサボサやねんけど、あいなってことだから、せっかくだからメイク配信でもしようかなって思います。今日別に何もないねんけど。もう一回コラボカフェ行く？あや、今日めっちゃ可愛い、ありがとう。おはよう、こんにちは。じゃあ初のチャンネル、何度ゆっくり寝た、寝すぎたわ。わいよ、納豆スパゲッティいいね。マジで朝から思考回路がテンパリング中だ。メイク配信見たいですか？おメイク配信。ニューキーナのかわいい大好きって言ってくれて、ウレピーナッツです。ちょっと待ってね、化粧ポーチ5分じゃない、今日はちゃんとね、あの休日バージョンでやってみて。休日バージョンって、休日バージョンでもいつも5分やけど、イナなりに考えた長いバージョンでやってみる。アイドルユナナの顔が完成するまで見てみたい。こんにちは、こんにちは。スピンに見えなかった、本当に。お疲れ様です。今日のご予定は、忙しいの？忙しくない。あれ、前髪切った？おはよう。選挙の方の実況、顔の半分だけ目、嫌だよ。
味噌汁なのに完成してると思ってた。実況配信いいね。キンキ君スターありがとう。あーやー、さて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 、ひなくんメイクポーチどこ置いたっけ。ひなくんメイクポーチ、初めての星、どこに置いたっけメイクちゃん。あれどこしまってたっけ。あったわ、ネッパッドの下に隠れてた。さてさてさて、ゆうなんこんにちは。チールくん自信ありがとう。なんかメイクします。今からゆなくんのメイク配信スタート。まずはデコ試験です。こんにちは。こんにちは。1時間ぐらいする配信は。こんな感じ、顔がない感じなんですけど、基本的にゆなくんはあの肌は塗らないんですけど、最近ちょっといいのを買いまして、けどそれをなんかさっき塗ったらあんまり肌におよろしくないので、まずは乳液から。今開けたんですけど、豆乳イソフラボン美白乳液ってのを塗っていきたいと思います。今日は長いバージョンだから、普段でもやらないぐらい長いバージョンで意識していこうと思います。こんな感じ、優しく。本当はね、乳液の前に化粧水とか塗った方がいいと思うんですけど、まあ今マッサージしたいからのための乳液。メイク時間短い、5分ぐらい。肌は肌荒れはあんまりしないです。あんまりとか悩んだことはないです。長いバージョン何分なら、やったことないから長いバージョン。とりあえず前髪を先に下ろしたいので、その前に続いてはこちら、こちら初めて使ってみます。ミシャの M クッションベースを顔にポンポンと。みんななるべくあのファンデーションとかなんか使いたくなくて、なるべくナチュラルでいたいので、これは下地、化粧下地みたいな感じらしくて、化粧さんに最近ね、ゆなくんは、ゆなくんなんて言われたんだけど、ゆなも
緑色系が似合うって言われたか。ポン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 。トーンアップ意識で塗ります。キャッ。前までさ、中学生の時までさ、首までさこういうの塗っててんやけど、つば顔だけなんね。こんな感じ、ちょっとトーンアップした感じ。なんかユノは別に肌をきれくするために塗るんじゃなくて、トーンアップのために塗ってます。塗ってますって今日初めて塗ったけどこんな感じ。ミシャのめっちゃ反射してるけど、ちょっとクローゼット映っちゃった。クローゼットが、顔でにゃん、ハートありがとう。これは 1.5K です。はあ、ユナの必須トランポリンも映っちゃった。 1.5K です。反射怖い。ユナの秘密にしてたトランポリンまで映っちゃったよ。じゃあ次、こちら、こちらユナの眉毛です。ユナの眉毛を作ってくれるアイマニアってやつ、これね、なんかね、けどね、ネットで見つけて、もうなんか一生手に入らなさそうな、だから大事に使ってる。ネットでその時3個ぐらい買ったんだけど、これめっちゃいいの。これで眉毛はもう元からあるから、そして逆に色をなくしたいから、こうやってもうこれで完成、眉毛これで完成。いい感じになったでしょ、眉毛。こんな感じでもう描かなくても OK。 眉マスカラですね。普通はなんか眉毛とか描いたりすると思うんですけど、私は眉マスカラで終わりで、でちょっともう完成してきちゃったんですけど、眉毛妙や。次、アイラインですね。アイライン、ちょっと待ってね。アイライン、鏡がいるね。アイラインは、アイラインは私にとって結構大事。アイラインは目尻だけ、なんか内側まで引いたら濃く見えちゃうので、私いつも目尻だけ引いてます。終わり。アイライン終わり変わったんか分かんないけど、次、こんにちは、アイシャドウは
せいではね、筆でやったらね、ちょっとね、筆でやったらあんまりつかないので、私はねいつも手でアイシャドウやってます。反射しないかな。 B アイドルさんの5予感のアプリコットをいつも使わせていただいてます。これナナ大好き、ありがとう。最近私目の下に涙袋キラキラなのはこの B アイドルさんのおかげですね。はじめまして、マイルームフォローしました、ありがとう。鬼滅の金からです、よろしく。カビアレくんめっちゃ可愛い、ありがとう。まずはこのオレンジ色、オレンジ色をこの涙袋の線にちょっとだけ描いていきます。こんな感じ。可愛いからハートマーク押しました、ありがとうございます。メイク配信中って書いとこう。次ちょっとここね、その次はこの白色のクリームみたいな色を涙袋の上にのせます。で最後にこのキラキラの色をもう一個上に、こんな感じ。手でやるのがね一番ねつくの、いい感じに立体感。こんな感じで、目の上も普通はアイシャドウするんですけど、私はしない方が好きなのでしません。であとはリップ。リップ今日はこのもっちゃんからタンプレでいただいた 3CE のリップを口に塗りましょう。あとはディオールのアディクロスをちょっと先端にちょん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 って。東くんハート終わり、あー終わりちゃうありがとう、終わりました。メイクビアイドルさんのこれをこの目の下の涙袋の下とこのクリーム色のをここにのせて、キラキラのをまた上からのせる。
秒活ツイートまだ見れてないです、ごめんなさい。完成。長いバージョン終わりました。男性でもつけるファンデーション、けどファンデーションというよりもこれ化粧師たちの方がナチュラルというか、もうトーンアップというかファンデーションみたいななんかの色がついてベタベタ感っていうのない気がするから、化粧師たちとかおすすめです。ミシャさんのはいいですよ、クッションファンデ。ちょっとクローゼット閉めとこなんで開いてんねんって感じなんですけど、よいしょよいしょ。ちょうどね衣替えとかもしてたので、可愛く仕上がった。みなくんいつもこんな感じで。今日のご予定ない今日何もないの、今日は引きこもりデイで、あの愛花が書いてたけど引きこもりデイで、それは私もこのさんのコースターひどい、仲間びっくりした。たまたまココナさんが出たので、やっぱ運命ってあるんですねと思いました。で喜んでた、やったー。そうコースターでココナさんが出て、ココナさんあれは全メンバー入ってるらしいですよって喜んでたらさ、もっちゃんがさ他はさ店員さんからココナさんもらってて、もらえるもんなのと思って、よしくんハートありがとう、せっかく自分きして喜んでたのにいやなん大好き、よしちゃんハートありがとう。やなんだよしちゃんありがとう。けどね、言うのも自分のはもらいました実はあの言うのがね、ココナちゃんに LINE で報告したって言ったら、もっちゃんももう報告して可愛いとか思いました。前髪バッチリ切っちゃったの。こんにちは。ミロさん、ハートのサネナありがとう。
2つ頼んだのに3つ来たとは。今日の前髪の調子けどまだセットしてないからさ、前髪いいかな悪いんかな。ももかもここのさん推しです。ほんまに昨日まで変な感じのパッツンやったのにいい感じのパッツンになった。今日もかやね、ありがとう。きなちゃんだるまさんありがとう。めっちゃすご、2つこうしてくると思ったら3つこうしてきたらしい。たまたま運が良かったですね。めっちゃいい。いや置かないです本当に。もう部屋に飾ります。今起きました。おはよう。おはようございます。ゆっていいかわいい、ありがとう。ヤジあるのバイバイ、ありがとうね。人気ライブ2度登ります、ありがとうございます。毎度毎度ってあの毎度乗ってるってことじゃないんですよ。毎度って今コメントが来たから毎度って言っちゃった。タイミングがほんまに。お願いしなきゃここのさん、次会う時までにピュアラーさんにも褒められたいし、けどここのさんにも褒められたいから、可愛くなれるように、可愛くなったねって言ってもらえるように頑張ります。シャーケンアートありがとう。日々可愛さを研究していきたいと思います。さらに可愛くなるの楽しみにしてます。やった、ゆきなちゃん声ありがとう。ゆなくんはぶりっ子、星可愛く見えるで、で、3本送っちゃった。今日も雨だからどこも、えっ、あそっか、今日言うのもなんか寝てる時雨の音聞こえた。やっぱり可愛いですね、ありがとうございます。音、オッケーオッケーオッケー、ごめんなさいね。雨の音は心地よくて今日はよく分かる。ちょっとなんか音だけ聞いてたらいいような。もう起きて早起き？この時間でも？ちげえけど無音ってどうやってやるの？これ無音できるの？ラジオにするのか、オッケー。え、違うな違うな、ラジオだったら画面がなくなるだけだもんね。うん、急になんか雨が降ってきた。ラジオ画面なくなるだけ。
ミュート？ミュートボタンある？マイク押さえる。なるほどね。自分でミュート？外雨だけど波って心晴れ、嬉しい。やばない？めっちゃ寝たのにあくびしちゃった。試験です。すごい、まだ食べてないね。もう寝坊して慌ててさ、したから。あえて大声で出し続けてごまかす、あり。ずっとダメ。ちごがら、暗い？ね、こういう髪型もちょっと好きやねんな。このなんかさ、無造作感でさ、こう手ぐしでトキトキして。こんな感じ。なんかさ、 お風呂入った後とかにさ、パッてさ、やえお風呂入る前に浸かる時に髪の毛を湯船にまず浸からないように、そういう時にやる髪型がめっちゃいい感じなの今。いい感じ？こうちょっと出す感じ。めっちゃ起きてきた。大好き、ありがとう。そう、犬のアバターできてるの。よかったら使ってね。いい感じよ。この時間じゃあここで朝の、あの今日は寝坊した謝罪の舞ということで、萌えキュンエピソード、萌えキュンエピソード、あの萌えゼリフいきます。
やな、また走りスタート行きます。3、2、1。ああ、まだ眠たい。一緒に二度寝する。キャー、どうですか、キュンキュンしてくれましたか。東くん、かわいい、ありがとう。おはよう。はじめまして。祝ってるの。いいな、元気つけてあげる。笑顔もちゃうですから、ありがとうございます。やった、コーヒー歌。東くん、だるまさん、ありがとう。ミラさんもハートありがとうね。おっぱさらんへんよっていうの、マイセリフ。実際この後二度寝しません。寝すぎたいからね。マイセリフって体調悪くなっちゃったの。ハート型ウイルス。最高のマイセリフいただきました。どうちょどうちょ。今日は何時から始めたっけ。20分から。夜長った夜長ったミルスに。あ、じゃあ20分だったら終わるね。第2元気もらったよ。本当に萌えセリフ見てた、見てくれてたの。あのめっちゃのごめんなさい、職員さんに。萌えセリフちょっときついかもですが、その桜の花びら、カラオケの1曲だけ歌うとかできへんくて、ちゃんと報告しないとあかんからさ。またやりたいと思います。絶対かなとくん、あっきんさん、ハートありがとう。じゃあ10分になったら今日のランキング読みますね。ゆきなちゃん、花束ありがとう。初見です、こんにちは。昨日のカラオケ配信楽しかった、ありがとう。見えました。あ、中学生なのね。ジェシーはケンケン、ありがとう、かわいい。ロハレさん、ハートありがとう。ユナなんて高校卒業、そう今年高校卒業。アンケンさん、ミラボールありがとう。前髪が乃木坂にも早川さん入れて知ってます。セイラーさん、
中学生かと思った。おい、もう今年大学生ですよ。好きになっていいですか。いいです。こんにちは。目打ちしてま、夜の配信ちょっと見に来れてありがとう。こんにちは、ありがとうございます。今日はこの変な時間にやっちゃったんですけど、見てくださいまして、車の免許当たりません。安心安全取りません。アイドルをしてるうちぼ。NNM の指名は誰ですか。梅山ココナさん、清水梨花さん、出口ゆねさんです。おしめって言ったらだけどな、一人、うん、こんにちは。早く終わりなさい。悩むね。選べません。ゆきなちゃん、あのバレさんありがとう。ゆきなちゃん、ハートの3連でありがとうございます。一番の試合、いや自分じゃないな、やっぱユナなんですね。念の目は見ないから生写真慣れが出てもわかる。ゆきなちゃん、ハートの3連でありがとう。今からは若いひなちゃんが一番だよ。嬉しい、こんにちは。こんにちは。いて。きなちゃん、ハートありがとう。赤いな顔。今さら気づいたけど、こっちの方がいいかな。消した。これでいいや。何かユイナって言われても、なんかユナナ。ナナ大好き、ありがとう。
はじめまして。ハートのシャレンありがとうございます。ランキング書きます。ホラーみたい。ありがとうございます。意味わからない時間にやっちゃったのに。アッケンさん、しっかりありがとう。安定のキャ。できました。じゃあね、最後にピュアバブさんの一言いきます。どうぞ。もうすぐ時刻がいいな。ありがとうございます。ありがたき一言。ピュアバイ師匠ありがとうございます。では今日のランキング、13位、初恋師匠しきさん。おお、初恋からずっとありがとうございます。12位、魔界ミロさん。魔界ミロさんありがとうございます。父シャクありがとう。シャク
チはロワルくん、ロワルくんありがとうございます。キは東くん、東くんありがとう。八はアンキンさん、アンキンさんたくさんありがとうございます。七位はピョンさん、ピョンピョンありがとう。六はリュウジくん、リュウジくんありがとう、いつもありがとね。五位はユウちゃん、ユウちゃん、にゃっぽーユウちゃんありがとう、ユウちゃんいつも。四位はセイラさん、昨日といいありがとうございました。そして三位はあれあれ見えない、あ見えた。3位はカフェオーレくん、ありがとうございます。毎朝毎度ありがとう、カフェオーレくん。2位がゆきなちゃん、ゆきなちゃん毎回超いい、ありがとう、ゆきなちゃん。ちゅそしてハルチは元気くん、見てうまく描けた。もうちょっと頭でっかちに書いてよかった。胴長になってたけど。ありがとう、ケンキくん。配信ありがとう、大好き。ありがとう。よし、最後に。ちょっと後で。可愛すぎて癒されました。ありがとう。今日はちょっと部屋の片付けしようかな。ちょっとごちゃごちゃしだしたので、配信をしてたらの周りに古物が、古物小道具が増えていくので。最後にスクショタイム。いいなら朝からもうすぐで5000人もの方が見てくださっている。嬉しい、ありがとうございます。ちょっと可愛いポーズ、ほないい一日をお過ごしください。今日誕生日なんです、おめでとう。やる配信もやります。夜配信は21時からやりますね。じゃあ、いろんなじゃんけんいきます。大きくパフォーマンスするところ好きとか言ってくれてありがとう。いろんなじゃんけん、じゃんけんグー、ひなけんのお腹ペコ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 マンなのでグーを出しました。お昼ご飯は焼肉ですね、多分。
それもね、昨日ねカフェで食べ過ぎて夜ご飯食べれなくて、昨日の夜ご飯焼肉やったので、食べれなかったのだよな。だから今日のお昼にトレードで、トレード焼肉トレードでスライドでした試験です。こんにちは。ぜひ皆さん、今日のピヨカツお昼ご飯を、焼肉ランチでもどうですか。今日もありがとう。キエロンの夜ご飯焼肉は、すごい、たまたままたまたですね。やの、はやはや。じゃあ皆さん、バイバイ、ありがとう。昨日焼肉ライキ、おい、すごい、たまたま。いい一日をお過ごしください。